今朝、鹿児島市のマリンポート鹿児島におよそ3年1ヶ月ぶりとなる国際クルーズ船が寄港しました。マリンポート鹿児島に到着したのはアメリカのクルーズ船セブンシーズエクスプローラーです。新型コロナの影響で運航を停止していたため、鹿児島に国際クルーズ船が寄港するのは2020年1月のダイヤモンドプリンセス以来およそ3年1ヶ月ぶりとなります。やっと来てもうすっごく喜んでます。鹿児島をいろいろ観光してください。素晴らしい自然と、美味しい食、そして、深い文化、これをですね、世界の方々にですね、堪能していただいて、我々の方もですね、いろんな観光の関係、そしておもてなしの関係、いろいろまた勉強していきたいと思います。セブンシーズエクスプローラーの乗船客は税関手続きを済ませると早速用意されたバスに乗り込み、鹿児島観光へと繰り出していきました。県によりますと、県内では今年国際クルーズ船の寄港がマリンポート鹿児島を中心に他に98回予定されているということです。